えー、こんにちはお,お久しぶりですいつもいつもお久しぶりですって言っているような気がします、えー、最近雨が多くて困ります、えー、今日も雨降ってきちゃったんで帰ってきちゃいましたというわけでいつも通り報告いきたいと思います、えー、とですね先週も <laughs> 雨がすごくて で火曜と木曜に稼働してで金曜日雨だったから休んだんです。で土曜日行こうかなと思ってバイクなんですよでバイクエンジンかけたらセルがうんともふんともはらないんですよ。ああ俺バッテリー上がったなと思ってで9時ぐらいまで待って9時から近所の,あのディスカウントディスカウントじゃなくてあの。 デイツーみたいなとこあるんでそこ2か所行って <laughs> 売ってなくてあのもう20年ぐらい前の2ストロークの、あのー、50cc を中古で買ったんで売ってないんですでしょうがないっつってでもう1個そのーホームセンターホームセンターホームセンターちょっと離れてるんだけど車で行って 見たらなくて、で、オートバックスなくて、で、あの、ちょ、もうちょっと先行くと、今度、バイクの部品屋みたいなショップがあるんですよ。ある、そういう、あの、ショッピングセンターの中に。で、そこ行ったりなくて、で、で、今度、 バイク屋、1月にセルが動かなくなったんで、直してもらったバイク屋行ったら、注文になっちゃいます。それは、もう使ってないし、特殊なバッテリーだからダメですって言われて、で、諦めて、じゃあ、アマゾンか何かで買,うべ買おうと思って、帰ってくる時にもう一軒バイク屋があったんで聞いたら、あ,あ、あるよって言って、一個だけあるよって言って、で、3300円で買って、で、帰ってきて、つけて、じゃあ、 今日はもうい,いやーつって明日行こうと思ってそれもほっぽってで日曜日になったら朝また行こうと思ったらまたうんともすんとも言わないんですよあこれ参ったなーと思ってでもう売ってるとこないなーと思ったんでアマゾンで頼んだら頼んで, <laughs> でよく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  Google <laughs> ググであの検索してバイク あのバッテリー上がりが多いんですけどつって検索したらあのレギュレーターがダメなことが多いっつってがシートの下の,あのメット入れるところのランプ <laughs> つくのがやっぱりバッ,バッテリー使うんでつきっぱなしになってる可能性がありますつってんでそこを切ってでレギュレーターもう。 アマゾンで頼んであじゃああのバッテリーを楽天で買ったんだでまた上がっちゃうというのが危ずいから2個頼んだんですけどでだで月曜日に着いたんですけど番号を間違えてちょっと一箇所アルファベットを間違えて A って買うとこ、あ、B って買うところを A, A って、A ってやつ買っちゃったんですよ。で、合わなくて、で、今返品してる真っ最中なんですけど、どうなることやら。で、ほいでまた頼んで,で、ようやく昨日来たんで、で、レギュラーたもうその前に頼んであって、来て、あれしたんですけど、で、日曜日にバッテリー上がったときに、あの、 電圧測ろうと思ってテスターを買いに行ったんですよ。で、1 9 8円で買って、で、それで測ると測れないんですよ。で、すぐ動かなくなっちゃうから持っていくと、あの、ヒューズが切れてるって言われて、これ、ね、これはあれですよって、あの、充電してあるか、されてるか、されてないか測るぐらいしかできないですよ、このテスターは。あの、 バッテリーっていうのは、あの、エンジンがかかって、で、また、孵化したりなんかすると、回転が上がると、また、あの、バッテリーが上がるんですよね。それが調べたいんですけど、それは無理ですって言われて、そういうことやるからヒューズ上がっちゃうんですって、ヒューズだけと交換しますからって、ただで交換してもらって、で、結局諦めて、昨日、昨日、バッテリーが、ようやく合うのが来たんで、 つけて、それで、一1時間から1時間半起きぐらいに、こう、エンジンかけに行って、全然大丈夫でで、で、やっぱり11時半ぐらいに最後見たのかね。で、今朝6時ぐらいに起きて、調べたら、動くんで、行って、急いで行って、で、ここは、あの、ちょっと、千葉県の、 某所なんですけども、で、そこで、千葉市の中央区まで行って、待ってたで、で、8時40分ぐらいかな、あ、7時40分ぐらいかな、に、オンにして、待ってて8、8、八時ぐらいになったかな、あ、免許証忘れた、その間、車乗ったりなんかして、免許証いつも、あの、バックの、あの、背負うとにこう、あの、取り付けてるんですけど、 忘れたんで戻ってきて、まあ、片道20分ぐらいのところ戻ってきて、で、撮って、じゃあつってオンに、地元も9時からなはずなんだけど、オンにして、その時もう8時40分ぐらいだったの、これでオンにしたら鳴るんですよね。で、あのース、スキアダブルでやって、で、その後もマック鳴ったんで、行って、 ね、で、3軒やったら鳴らなくて、で、9時あ、10時ちょい前だから、10時15分だったら、まで鳴らなかったら帰ろうと思って鳴らな,なくて、そしたら雨降ってきちゃったんで、ああ、これはやばいなと思って、ちょっとその、8稼八8稼があるんで、8日の中でちょっと、あのー、 100円ショップで買い物してで出てきたら結構降ってるんでもう帰ってきちゃいましたでオフにしたはずなのにうち着いたらオンになってたらしくてなりましたけど500いくらだったかなでも拒偽拒否しちゃいましたで3元で1451円ですというわけですだからもう最悪の1週間を過ごしちゃいましたね というわけですだから今大丈夫だから大丈夫だと思うんですけどもしばらくあのバイクの,あのシートの下のメットインのところのライトはつけないようにしてでその間1週間休んでる間にあの出前館からあの 雨の日用のカバーを差し上げますよっていうあのメールが来たんですよね。それで無料で差し上げますって書いてあったからでそれで頼んで。 あれしたら、さっき帰ってきたら届いてました。で、これ、やっぱり楽天かなんかで1200円ぐらいで売ってるんですよね。でも結構、結構地べたに置いたりなんかするすぐ穴開いちゃうんですよ。で、それ1個持ってるんですけど、で、これ今度から雨の日使ってきて、でもこれ、あの、そのショートゴロをここの日、 肩かけるところが、あれなんですよね。やっぱり濡れちゃうんで。まあ。ただだったから使っていこうとは思いますけども。というわけで。で、あと、ね。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど。雨の日、携帯ってどうしてますかあの、 iPhone なんですけど iPhone の充電の,のケーブル差し込むところは濡れると充電できなくなるんですよね。<laughs> で今私はあのスマホホルダーにこう置くと勝手に充電するやつなんでケーブルいらないんですけどでそれでもそこにあの水滴とかたまるとあの音声が低くなっちゃうんですよね。どううしようかなと思って、であの 1> 1個前の今13使ってるんですけど13プロマックス12のや,やつを普通の100円ショップで買うとそのケーブル差し込むところが蓋がついてるんですけどそれやっぱりあ微妙に微妙に違うらしくてちょっときれいにはまらないんですよ。あのケータルオンオフのスイッチ側がちょっと,ちょっと下がっちゃって。 下がっっちゃってそうすると落っことした時に1ミリ2ミリぐらいはいあの携帯よりも飛び出てるからそれであの落っことした時にガラス割れとかあの防いでくれてるんですけどそれができないなんないんでで諦めちゃったんですけど皆さんはどうしてるんでしょうあのジップロックかなんかの,あのショーに入れてる人が結構いると思うんですけど。うん どうしてるかわか、あの、いいアイデアがある方は、下のコメント欄にお願いします。えー、以上、また何かあったら、動画上げたいと思います。えー、最悪の一週間だったというご報告でした。それではまた次回、バイバイ、さようなら。